ラコステは1933年に設立されたフランスのアパレルブランドである。創業者のルネラコステはプロのテニス選手であり、1920年頃からポロ選手に使用されていたシャツ、いわゆるポロシャツをテニス業界に初めて持ち込んだ選手である。正面から見て右向きのワニの商標で知られる。ルネラコステ死去後もフランスのラコステ一族が 世界的に商標権を保持し、ドゥバンレー社を通じて、被服に関わる製造、販売を全世界に置いていっていたが、2012年に、ラコステ一族内での後継争いが勃発し、裁判に至った後、世界における製造販売権を所有していたドゥバンレーの親会社マウスフレールが、ラコステの株式93.3%を取得した。フランスに6つの生産拠点を持ち海外では、 モロッコ、ルーマニア、ペルーにある自社工場がある。日本では秋田県にある出資工場にて生産をしている。世界中に1万人の従業員を抱え、主にアメリカとエジプトで栽培された綿花を使用している。日本では1987年に西部百貨店100%出資で設立した西部ファブリカが日本におけるラコステの製造系を保有。 九十三年に販売権を持つ大沢商会七十パーセント、ドゥバンレーー二十パセントの出資を受けたことを機に、ファブリカに社名変更。二千二年に国内での販売権を取得し、ドゥバンレーの子会社として、ライセンス事業を展開してきた。三年には、西部百貨店の株式三三十点四パーセントをマルベニに譲渡し、二千十五年より、ラコステジャパンと解消して、 現在に至る。ラコステロゴルネラコステが1927年に当時ポロ選手が使用していた襟付きの半袖ニットをテニスコート上で初めて着用したことがこのブランドの起源である。ルネラコステが現役時代の1923年から1929年のテニスウェアは白のウールフランネルもしくはフランネレット、コットンオックスフォードのシャツに白いフランネルか、 ダック生地のパンツという服装が一般的だった。体調面に不安のあったラコステは、ポロ選手が着用していた、通気性の良かった半袖襟付きニットを着用して、試合に出るようになる。これが現在もラコステの看板商品である、ポロシャツの原点である。病気のために25歳で引退した4年後に、ラコステ創業へとつながっていく。 このポロシャツは1930年代にフランスで流行を始め、1932年にカジュアル用シャツとして定着する。創業以前のフランスではこのポロシャツタイプのことをチメセラコストと呼ぶこともあった。その後、1933年にルネラコステとニット製造会社の社長のアンドレ・ジリエは、ポロシャツを製造する会社、ラッチミセラコスト社を設立。 ラコステが5000フランジリエが1000フランの共同出資だった。発売当初は現在とは少しデザインが異なる。右胸にワニのロゴが刺繍された3つボタンのデザインであり、ウールがメインでコットンやリネンなども取り扱っていた。ブランドのトレードマークでもあるワニは本人の粘り強いプレイスタイルからついたアリゲーターもしくはクロコダイルのラコステなるニックネームに由来する。 日本に導入された当初のフランス生産のポロシャツはやや細身で着丈が長く日本ではフレンチラコステフララコと呼ばれ珍重されたフランス生産品の日本への輸入は1990年頃に一旦終結されたフランスでのオーナー変更後の2013年にフランス生産品の日本への輸入が再開される一部の有名セレクトショップで販売がなされたなお テニスラケットを生産していた時期もあった。2017年からセルビアのテニス選手のバクジョコビッチと契約を交わし、ウェアを提供しているほか、全仏オープンのスポンサーも務めている。ラコステの創業より20年ほど後の1952年に、よく似た緑色のワニのロゴで、頭の向きがラコステとは逆で左向きのクロコダイルという、ラコステとは全く関係ないブランドが、香港で誕生。 日本では1963年よりヤマトシャツがクロコダイルを輸入販売しており、ラコステが日本での展開を開始する1971年よりも前からクロコダイルの方がワニのロゴがついた服として販売されていた。クロコダイルがラコステの商標権を侵害しているとして、ラコステ側がクロコ側を訴え、世界各国の法廷で長年争われた。しかし、 クロコも高い人気と知名度があり、ラコステとは全く別のブランドとして認識されているため、混同することはないという理由で何度もラコステ側が敗訴。日本でも1969年にラコステがクロコダイルを訴えたが、両者は混同しないとして1983年に和解。そのまま左向きのワニのロゴが使われている。しかし香港では、 ラコステ側が何度も訴え続けた結果、2003年10月23日、クロコダイルが従来のロゴの使用をやめ、ワニの色に緑色を使わず、ワニの鱗を細かく、リアルに描かれたものに変更することで和解した。ルネの所属するフランスチームはインターツーンの決勝に進出した。練習の合間に、ボストンの街並みの中を散歩していたルネは、用品店の前で急に立ち止まり、 ワニ川のスーツケースに釘付けになった。ルネは、フランスチームのキャプテンのピエール・ジルーに、もし僕が試合に勝ったら、このスーツケースを僕に送ってくれないかと、冗談半分で言った。それなら、対戦するアンダーソンに勝ったらそうさせてもらうよ、と、ジルーも笑いながら約束した。結局その年はアンダーソンには勝てなかったものの、この話を聞いていたジャーナリスト、ジョージ・カレンスは、試合翌日、 若いラコステはワニ側のスーツケースを手に入れることはできなかったが、その戦いはワニのようだったと称した。こうしてルネラコステにはアメリカではアリゲーター、フランスではクロコダイルというあだ名が付けられた。ありがとうございます。